い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで世界のコース行ってみよう。はい、それじゃあ今回は発信マリオタンク、デプロイザマリオタンク、デプロイっていうの発信って、スタンダードギミック系発信マリオタンク。マリオタンクって何？とりあえずなんかすごいスピード感のありそうな感じ。どうすればいいの？このまま。おう！あ、戦車や、戦車！戦車になった、すごい。かっけー、かっけー。そしてひたすら、何あれ、司令官上。チョロプー司令官、素晴らしいやん。おー、やばい。もう対策も万全やけんね。これで敵をなぎ倒しつつ、メットヘルメットで完璧な防御。上のチョロプーもなんか一緒に攻撃してくれよるみたい。いやー、敵が攻めてきた、敵が攻めてきたよ。いつもあの子さ、めっちゃなんか鼻水垂らしてるように見えるのは私だけでしようか。ちょ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 。おい。おい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 。いやー、脱げたー！危険、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 助けてー。ちょ、おいおいおい、あー！いやー！危ない、危ない、危ない、危ない。ふぅ、怖かったー。あー、チョロプーどこへどこへ、反対向いて、反対向いて動いてったんですけど。あ、ちょっと待って。ほら、ヨッシーと一緒に。ヨッシーと一緒に。あ、よし。オッケー。それで一番上にしてくれたらよかったのに、めっちゃギリギリのとこ立っとる。あはい、コースクリアー。いいね。とりあえず、ヨッシーの活躍が良かった。はい、天空のゲームセンター、謎解きギミック系。あ、同じ人じゃない？同じ人じゃない？発信、マリオタンクと。はい、謎解きギミック系。かわいい世界観。何がどういう、あ、なるほど、そこでパワーブロック取って、で、どうするんだ？そこ乗せて？あー、なるほど、なるほど。くる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 。こっちか。で、こう行く。で、私がこれ持つの？持ってどうするんだ？こう、あれ？あ、あれ？あ、ん？てかこれ普通に行けるんじゃね？よいしょ。ん？さっきのは何がどうやったんやろ？お、これで P スイッチ押したから。一体何を掴むの？あれは。何を掴んで、どこがどうなったんだ？あ、バネが。バネを掴むのか？あ、なるほど、なるほど。あ、で、これで私のところにバネを持ってきてくれるわけや。そういうことっすね。はい、これで、ありがとう！よいしょーってことや。ってことは、さっきの面も何かしらあったってことやね。さあ、これで、もしや、その敵を掴む。あ、ブンブン掴まれた。掴まれた。でも落としたよ。はい、掴んで、掴んで。あ、これで、なるほど、行く方向がね。はい、これで、おー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 おお。あ、乗った乗った乗った。乗った乗った乗った。あ、で、中身だけ、掴まれて、はい、Pスイッチ。あ、鍵ゲットやった。ありがとう、ブンブン。犠牲になってくれて。あ、これで、ゴール。
なるほど、ゴールの仕方はやっぱ一緒なんや。キャー、落ちたー。はい、コースクリアー。いいね。なるほど。面白いコースを考える人なんだな。はい、それじゃあ、ワールド 1-2 チョロプー鉱山。モンティーモールマイン。ミサキチさん。スタンダードギミック系。地面の下に行ったらチョロプーがいっぱいいたよ。仕掛けを上手に動かしてクリアを目指そう。ピンク色のコインがヒントになってるよ。かわいい、なんか。ちっちゃい小向けみたいな。ワールド 1-2 チョロプー鉱山。あれ？中に収まっちゃうのね。なるほど。そしてファイヤーゲット。おー、びっくりした。ファイヤーゲット。いやーにゃー。え、待って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 、これは。え、あれやろ？あの、ピンクのっていうのはこの、鍵の元のことやろ、きっと。は。で、ここも下げる。で？は。てい。あれ？どうにもできない。ここから。多分こう。あれ？違うな。え、あれ？なんだ？何をどうやるんだ？ああ、なるほどね。ここから入れるのか。で、入って、よっこ。これで向こう側も破壊してった。よいしょー。あの、30コインが欲しいかな。あ、待って。これで。イェーイ、30コイン。じゃ、そこのハテナブロックは何もない？キノコが欲しいなー。危ない！びっくり！戻れなくなったじゃねえか。くそ。そこの10コイン取ろうと思ったのに。思ったのに。待って。そっち行く前にこっちのね。ちゃんと鍵の元。鍵の元もうないんかな？なんか走ってきたよ。大丈夫か？もう進んで大丈夫か？はい。中間も取ったし。家が、ここ入れるんじゃない？入れんかった。全然、あ、マリオやん、マリオ。キノコー！ワンナップ。ほら、マリオの顔。鼻先だけちょっともらってしまった。これは。あ、チョロップ落ちてくるよねー。ですよね。来ると思ったんだ。うー、怖い怖い。あれも来るんじゃない？あー、来そう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 ですよねー。怖いー。めっちゃドバドバ。めっちゃドバドバコイン大量。イエー。待って。あれ。ね、あれあれあれ。あれ。あれ、いるやつでしょ。これ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 。ほら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 。あ、びっくりした。もう一回乗らんといかんのかと思ってきて、そんなことなかった。ん？あそこにゴールあるけど。でもここに鍵の必要な部屋。あ、なるほどね。スペシャルステージ的な感じ。コイン大量に取れますよ、みたいな。おー、そして一番上に行けるんや。なるほど。すごいね、なんか、こうやって普通にゴールもできるけど、鍵を集めたら、集めたでいいことあるよ、みたいな。いいね。ほい、それじゃあ、それじゃあ、マウンテンリフレクションズスタンダードギミック系。なんかめっちゃシンプルな感じに見えるけどなんなんやろ。マウンテンリフレクションズスタンダードギミック系。あれですか。とりあえず山登りをしていけと。ほ。そしてはい、土管。入れて。なんか、登る山険しくね？こんな山登る？こんな山登ります？お。文明の歴が。ちょ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 。どういう状態の場所なの？は。よっ。
あ、怖い。めっちゃ怖い。こんなとこ登っていきよったら確実に落ちるって。おっと？しかも雪山よ。スルッと行ったら終わりやん。雪崩とかさ。怖いわ。怖すぎるわ。スルスルスル。あー！ほらもう超命取りよ。いやー！スル、スル。ちょっと待って。ちょっと待って。とりあえず、ちょっとジャンプしたら、ツルツル線になるけん。よいしょ。お。は、こんな場所でさ、こんな、プランプランなりよるのとか怖すぎん怖すぎるやろ、確実に。だって、ひたすら山の上へ向かって行きよるけんね。は、こんなの山登りじゃない。あー、怖い。よ。あれ？あ、あれ？ちょ。危険。はっ。おー、こんなところに中間が。やばいね。え？ちょっと待って。怖ーい。はい。命知らずすぎるやろ。あ、ここじゃない？さっきサムネイルにあったの。お、これ向こう側に行けってこと？え、怖い。怖いよ。怖いよ。これてっぺんや。頂上。多分。で、ここから下山ですか。キャーひたすら落ちていく。なんか知らんけど、魚の骨とともに。どういう状況？これ絶対生きた心地せんやつ。うわ、目の前でしかもバラバラ。怖っ。下山は楽しい感じかな。ふんふん、みたいな。いや、でも下山の方が、あ、びっくりした。あ、あっちから行こうと思ったけど、普通にしがみついてしまったわ。まあ、そうか。イエーイ。でも景色は可愛かった。いいね。でもあんな険しい山登りはしたくないです。普通にしたくないです。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんかね、みんな独特なコースを思いつくもんだな。リフレクションズってどういう意味やった？方角とか？それ違うか。英語が。